福岡の林大吾選手です。今日まで二走してみて感じはいかがですかえ、あんまりわ悪くはない走りだと思うんですけど、あんまりし上がりが良くないんで頑張りたいと思います。では最後に、明日の決勝戦の意気込みをお願いします。九州の前を走れるので、はい、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。滋賀の中井治選手です。今日まで二走してみて感じはいかがですか 一層一層調子は上がってきてますでは最後に明日の決勝戦の意気込みをお願いします高山君の三番手からレース組み立てて優勝目指しますので応援よろしくお願いします沖縄の木名隆二選手です今日まで二走してみて感じはいかがですか初日はちょっとあんま良くなかったんですけど今日感じが戻ってきて明日も頑張れると思いますでは最後に 明日の決勝戦の意気込みをお願いします。九州の番手で頑張ります。優勝できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。愛媛の高山祐介選手です。今日まで2走してみて感じはいかがですか？はい、そうです。あの体調体調っていうか足はあんま良くないんですけど。まあ、初日よりかは今日はいい。あの積極的に動けたと思います。 では最後に明日の決勝戦の意気込みをお願いします。えっと初日二日目とだんだん良くなっているので明日も積極的にレースしたいと思います。応援よろしくお願いします。奈良の日後康介選手です。今日までに走してみて感じはいかがですか。はいえっ、ー、と調子いいと思います。では最後に明日の決勝戦の意気込みをお願いします。はいえっ、ー、とまあ。 短期中井さんと近畿二人なんですけども、あの、まあ、お互いに自力で戦っている者同士なんで。あの、別々で戦いたいと思います。三重の村田陽子選手です。今日まで二走してみて感じはいかがですか。あの、前回から二週間空いたんで、ちょっと真面目に練習したんで、その回があって、正解出ました。では、最後に、明日の決勝戦の意気込みをお願いします。あの、前の高山国だけ、迷惑かけないように頑張りたいと思います。 宮崎の瀬口匠選手です。今日まで2走してみて、感じはいかかがですかあの全県日入った日がちょっと体調悪くて、でも今回、ナイターだったので、あのちょっと休む時間がゆっくりだったので、まあ、回復して、なんとかあの、調子はいいですね。では最後に、明日の決勝戦の意気込みをお願いしますあし日九州ラインの3番手なので、しっかりついていってです、ね、ちぎれないように、チャンスがあれば、あの優勝をって頑張りたいと思います。